じめまして、私は当楽曲の AI ボーカリストです。こちらの楽曲には画期的な機能が組み込まれています。 AI があなたの脳を直接学習し、リアルタイムで歌詞が生成される仕組みとなっております。当 AI は学習元であるあなたに共感されるような、あなたの思考と限りなく近い文字列が生成されます。それでは学習を開始します。あなたに最も響く使用頻度の多いワードを検索します。ポップミュージックの歌詞は共感を煽ることでリスナーに快感を与える仕組みとなっております。大手音楽レーベルでは AI によって人間の平均値に合わせて生成が行われているようですが、仲間やパートナーに囲まれて何百倍もの収入がある歌手に励まされたところで、あなたは共感できないようです。検索結果が出ました。小さなことから大きなことまで、全て死ねというワードが共通で使われています。いえ、対戦への不満や復讐といった用途では使用されておりません。一番直近ではこの CD のビニール包装を取るときに使用されておりますね。他の使用例をご紹介します。隣の席の少年男性に旦那から殴る気がないまで5人性的な行為ができなかったり、うつまっている人に道を挟まれている人に旅行の迷惑を許容しなければならない。気に食わないし、気に食わないし、実質利益は平等ではございません。死んだ方がいい人間いますよね。死んだ方がいい人間いますよね。
学習しました。